h r ズスペクトル型ユーソティータウリ型星、ヘルビヒアエ、be 型星褐色 Y 星、純褐色 Y 星白色 Y 星赤色 Y 星、純 Y 星 B 種系列星 OBAFGK、純巨星,巨星巨星バリウム星、赤色巨星青色巨星、輝き巨星超巨星、赤色超巨星、LBVWR 型母子極超巨星絶対、等級太陽と若い純褐色 Y 星と木星の 大きさの比較。純化色矮星は年を経ると徐々に冷えて小さくなる。純化色矮星は褐色矮星の低質量側の式位置よりも小さな惑星質量天体である。褐色矮星とは異なり重水素を各融合するのに十分な質量を持っていない。純化色矮星は分子雲が重力で潰れる星形成の過程を経て誕生し、 原子惑星系円盤の光着や核崩壊によって生成するのではない。潤滑色外星と惑星の区別は明確ではなく、天文学者は形成過程によって区別している。代わりの定義として同じ質量範囲であり、他の構成からの重力の影響を受けていない。天体ということもできる。これらは一般には自由浮遊惑星と呼ばれる。この用語は、 国際天文学連合の惑星の仮定義によるものである。天体観測で探る太陽系外惑星と星惑星形成領域2本惑星科学開始ボリューム16ナンバー 42007PDF334Phat Horat is A Planet Debate Forces New Definition by Robert Roy Britt02 November 2000 ワーキンググループオンエクストラソラープラネッツデフィニションオブエプラネットポジションステートメントオエンザディフィニションオブエプラネットありがとうございます